町民栄誉賞は広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与える顕著な功績があった者に対し、その栄誉を与えることを目的とし、本年3月に表彰規則を制定し、今回第1号として岩永義嗣様に授与することになりました。岩永さんを敬意する言葉で鉄人という表現をよく新聞等で目にします。度重なる故障にも決して腐らず、走れない時でもできることを地道に長い間積み重ねられた結果が鉄人を作り上げたのだと思います。本日の受賞誠におめでとうございます。マスターズ陸上競技 M60 において3つの世界記録を更新する輝かしい成績を収め、広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えてくれました。月刊誌で陸上競技の雑誌があるんですけれども、そのある記事を見てですね、もう衝撃を受けました。マスターズ陸上のですね M45 プラス45歳から49歳の部分ですけれども、これの 5000m で15分20秒の日本新記録を出たと書いてありました。ちょうど私がその記事を見たのが41、2歳ぐらいの頃だったと思います。それで、45歳まではあと数年あるなと思いまして、もし今からですねしっかりこう練習ができれば、45歳になったときにこの、5000メートルで15分20秒というですね、とてつもない記録は破れないかもしれないですけれども、まだ15分台では走れるんじゃないかなというふうに思いました。M45 プラスになりまして、いよいよ挑戦をするときが来ました。で、結果はですね、日本アジアでは初めて5000メートルで15分の壁を破ってですね、14分台の日本新、アジア新を出すことができました。で、そこから私のですね、新たな日本記録、アジア記録への挑戦が始まりました。で、いつかはですね、世界記録をというふうに思っておりました。で、しかしその間にもですね、本当に度重なる故障やですね、怪我で、紆余曲折はありましたけれども、昨年ですね、60歳を迎えて、M60 クラスに挑戦をしまして、念願だったんですね、世界記録を3種目で、破ることができました。今後もですね、記録へ挑戦をしまして、今回のですねこの、受賞を機にですねさらに、精進をしまして、頑張っていきたいというふうに思っております。私はまず、大きな目標をまず立てます。で、その大きな目標を立てて、で、それに向かってその手前にですね、こう小さな目標を立てていくんですね。で、それを一つずつこうクリアしていって、最後に大きな目標を達成するというふうにしています。で、そういった目標があればですね、継続できたりですね、努力したりできるのかなというふうに思っています。私みたいにですね、年を重ねてもですね、こうやって、継続してやっていけばですね、夢が叶うといいますか、目標が達成できるということはですね、みんなに知ってもらいたいなと思います。そういうことで皆さんですね、励みになればというふうに思っています。